ノーサーフでございます。幸せパウダーいきます。はい、お願いします。厳重なカメラが、今日はノーライダーから、うん、ジャクサやな、うん、目的は宇宙ハンバーガーと、うん、宇宙ソフトクリームを食べることそう、宇宙唐揚げとかないかな宇宙牛丼、宇宙牛丼、宇宙ハンバーグ、いや宇宙春雨サラダ、宇宙春雨サラ サラダ。もう今はバスツアーに参加することになりました。楽しみ。いいよな、絶対こういうの回った方がいいよ。似合うやん、絶対似合うやん。びっくりするぐらい似合う。似合う。もうええわ。似合うやん。そうそう。でかいな、この。なんかこの人らさ、うん、信じられへんぐらい賢いんやろうな。そうやろな。ちょっと未知やんね、この発想。発言もかっこいいやん、うん、僕そんなこと言ってませんよ。絶対に変えてくださいよ。ひどいですよ、あんなこと言ってないですよ。何言ってたのかめっちゃ気になる。言ってたの。いや、なんか言ってないやろな。それに加えやからな。めっちゃ気になる、この中身。ちょっと2階行ってくるわ。宇宙空間に到着した。ちょっと見に行こう。ちょっとやったあかんことしてる感じやな、うん、こんなことなってたん、実は。知らんだけ。めっちゃついてるやん、うわ気持ち悪い、なんかゾクゾクする。もう土地みたいになってるやん。そういうことか。行くよ。まるであのシーンや。選ばれた人だけが乗っていくシーン。宇宙ステーションへ送り届けるクルードラゴンの配信をお待ちください。
に行くか。そうやな、ちょっとやる、ちょっとやる、見に行ってしっかり判断しよう。そうやな。中半屋どういうこと。日替わりランチ。あ、ジャクサの社員食堂ってことだ。あー、社員以外は入れる酒場には。ちょっとちゃうな。イメージはちょっとちゃう。レトルトみたいなの食べたかった、俺は。え、あんまりちゃう。やっぱちょうどその辺が一番出る。スイーツはいらない。スイーツはいらない。ご飯。たこ焼き。56分ないじゃん。サクッと食べやすい。ちょっと独特やな。ちょっと独特やな。ちょっと顔出して。あの背景とめっちゃマッチしてるわ。まあカリビアンしてる。エビグラタンとたこ焼きで。え、俺これ見たことあるぞ。なんか サクッと軽い食感、食べ出すとやめられない。味は、あの全く一緒、味は、イメージ通りと、ただ乾燥しきってるっていう状態、何でもいけんじゃない、食感がない系はいけんじゃない、あのクリーム系とかさ、たこ焼きも結局食感ないやん。あー、そっか、そっか、トロトロ系じゃん。あ、クリームとかもあったな、そうだ、そうやな、ケーキとかうどんとか厳しいんじゃない、さすがに何がいいか分からんやん。だしと小麦粉みたいな、まあ、たこ焼きと一緒なのよ。これはもうほんまエビグラタンの味そのままで、水分と食感がサクサクなだけ。これお菓子やな、お菓子やな、お菓子にめっちゃ近い。じゃあおかきでいいやん、結局おかき。そう、災害の時も一緒やけど、おかきでいいやんって。南部せんべいとかおいしいかな。こういう味のおかき、こういう味のおかきあんまうちは買われへんから。でも噛んでたら口の中にちゃんとシチューになっとるよね。売ってる、
過ごしてみたい、あの2ヶ月とか過ごしてみたくない。行けんにやったらすごくない、逆にこの生物からかけ離れたこのご飯。いやー、ごちそうさまでした。美味しかった、いろんなね、いろいろあるね。ごちそうさまでした。ちょっとなんかさ、うん、あのロケット系になんか馴染みが出たよな、今日出た。看板とかあったけど、なんかちょっと知ってる感ある。あっこか、あっこちゃう、もうちょい、もうちょいかな。関東付きやんね。久しぶりじゃない、銭湯。めっちゃ久しぶり。綺麗ね。さてさて、お、どうなんだ、なんかはしごが上にかかっとるけど。え？ OK。 あ？タオル取った？それ、うん、これでいくわ。うん、石鹸やと。あ、ビッグは持っていくわ俺。オーライ。最高やったな。最高やった。ロケーションいかついな、ここ。なんか言う、茶色かったな。茶色かった。ぬるぬるせんかった。なんて？ぬるぬるせんかった。ああ、なあ、わかるけど、なんかすげえ効きそうみたいな。うん。めっちゃ気持ちよかった。回復したな。めっちゃ久しぶりやないよ、見つかる。久しぶりやな。何こいつらモフモフしとる。お風呂かわいい。お腹空いたやろ。空いた。なあ。うわ、入るかな。ああ。ありがとうございます。いや、入ってカーテン閉めた方がいいと思う。じゃあ、こう。はい、いただきます。うまい。Mm-hmm.
ちゃええ匂いするやん。ベイゾー。ベイゾーな。ベイゾー。最後に。MCT oil. Oil. みときよ。とろけてるキャベ。うん。あれ？そいつ、そいつ。これだけでいい？それだけでなんかあるか。これも取っとこう。チヂミやけん。まあいいや、それで。いい？うん。コンクズは上やもんね。で、これちょっといる。三分の一、四分の一でいいよ。はいよ。ありがとう、まだある、はい、ありがとう。ドレッシング。ドレッシングね、うん、食べるドレッシング。食べるドレッシング、食べるよね。練りがらしや。水は秘伝のタレ、もしや秘伝のタレ作んで。水入れるやん、うん、金のごま忘れとったやろ。ごめん、忘れてた。もう全部入れよ。せん、忘れとったから、うん、伝説の金のごまな。これで寝ると、うん、心の巣やろ、うん、ちょっと火止めとくやん、これ、うん、で、醤油、これで合わせて、結構ツンってくると思うで。いいね。これに5枚ツンってきたいもんね、あっさくごま油を。コールドプレスね、はい、揃ってきたな、役者が。いただきましょう。いただきます。いただきます。腹減った、たどり着いたな。さきさきたどり着いた。うん、ちょっと間をもらおうかな。おいで、おいで。うまそう。ちょっとオイルでしなってんねん、全部。せやね、オイルコーティングがな。うん、うん、うまい。うん、サラダうまいよな。うまいよな。作んのもね、書き込むわ、ちょっと俺。バリボー、ボールでかい。うん、うん、うん。これ入れんで、ちょっとかけんで、うん、風吹いてきてるな、うん、ほんでミスターかなって、うん、なあ、やっぱ雨降ると思わんかった。いただきます。あ、なんかいいやん。ちょっともちってして、炊き
このタレがさ、うん、もう未知の味やからさ、まだ味見もしてない。ちょっと黄色すぎんねんな、むせたらどうしよう。うん、グー、うん、黄金比、黄金比、うん、きた、うん、いける。うーん、食べてよ、食べて。いい香りするもん。昨日の反省からさ、うん、ちょっと足りひんなって時はもう潔く米をバコンって食う。そうやな、そうすればなんか一日来る。はい、うん、うまい。夜食やっぱ米やでな。せやな、落ち着くやな。これまだ何もかけてない。ちょっと塩かけたり、ちょっとごまかけたり、梅干しなんかもええやん、海苔なんか巻いてみや。次味のりにしてみてもさらにうまいしさ。次カツオ、そのカツオと醤油と梅混ぜたやつを乗っけてもええし、ごま油かけてもええし、まだそのレベルのカスタム。まずは米やで。